ゲームクリアおめでとうございますメルリ役の明坂さとみです今回、まさかあの、ローロナーちゃんの時代に飛んでこれるとは思いませんでした <laughs> あのね、あの、メルルのアトリエプラスとかあ、トトリとかもそうですけれども、ちょっとね、あの、伏線みたいなのが貼られていて、 もしかしたら、時間の移動なんてできちゃうんじゃないのって言ってたんですけど、本当にできて。しかもね、あの、ちゃんと立派に開拓し終わった後のメルルちゃんが、先生と一緒にやってくるとは思いませんでした。なんかあの、今まで出会えなかったロロナの時代の人たちに出会ったりとか、若い先生とか、あの、資料とかも見たんですけれども、なんか、ジオ様とかもみんな若くて <laughs>、びっくりしました。こんな時代もあったんですね。 ということでですね、あの、ぜひとも、トトリのアトリエ、メルルのアトリエも、いや、一緒にやってですね、私たちのキャラクターをさらに愛してくださると嬉しいです。全部やってくださった方はありがとうございますもう一周くらいお願いします <laughs> ということで、メルル役の明坂里美でした